被害図。星印がダムの決壊箇所。なお、左上端のマーカルと書かれているのがマルツル側。ハンガリーアルミニウム石で流出事故は、2010年10月4日に、ハンガリーのベスプレーム県アイカにあるアルミニウム工場で大量の石でが流出した災害である。上空から撮影した被害地域の様子。中央の赤い部分が石でが流出した後、決壊したダム。 写真奥の角の部分が決壊箇所。2010年10月4日の中央ヨーロッパ夏時間12時25分頃、ハンガリーの首都のブダペストから西に約 150km 離れたベスプレーム県の愛花にあるハンガリーアルミニウム製造販売株式会社の工場にあった交際ガムの停滞が決壊した。ここではアルミニウム生成の際に発生した酸化鉄を主成分とする。 赤で廃液を貯水していた。重金属や強塩器など毒性及び腐食性の高い物質を含んだ廃液が100万立方メートル流出した高さ1メートルから2メートルの波となって近くのコロンタール村やデベチェルの町へと流れ込んだ。廃液の波は40平方キロメートルにわたって村町全域を覆い尽くして赤活色に染め多くの車や家屋を押し流した。 ハンガリー政府はいつか、ベスプレーム県、JL モションショプロン県、バシュ県の3県に非常事態宣言を発令した。この災害での死者は9人に達し、120人以上の負傷者を出した。さらに廃液はトルナ川という小川の方向へ流れていったため、トルナ川の五流先であるマルツァル川に流れ込むことが予測された。このマルツァル川はラーバ川の支流であり、ラーバ川は JL モションショプロン県の県と JL で国際河川のドナウ川へと合流する。ドナウ川の河口は一旦汚染されると浄化が難しいとされる閉鎖性水域である国海に存在する。このため上流部の狭い範囲で排液を食い止めるべく、ハンガリー政府はマルツァル川に石膏を流し込んで固め、壁を作ることで汚染物質をせき止める方策を取ったものの失敗。 中央ヨーロッパ時間の7日正午には、ドナウ川本流に到達し、ハンガリーの首都ブダペストのほか、ラーバ川との合流点より、下流に位置する各国では、飲料水の汚染などが懸念されたため、クロアチア、セルビア、ルーマニアの3カ国は、ドナウ川の水質監視を強化した。ハンガリー通信社によると、この事故の影響で、 pH 値がジェールを流れるラーバ川で最高 pH9.65 を記録、ドナウ川本流でも p h 8 4が観測されたとされる。これにより、9日時点でドナウ川支流で多数の魚類の死骸が確認され、最初に汚泥が到達した川に至っては、すべての魚が死滅した。ハンガリー政府はアルカリを中和する薬品を川に流し、対応した。 原因は調査中ではあるが、会社関係者は2010年5月17日から6月5日まで、中央ヨーロッパを襲った洪水により池の水位が上がり、決壊したという証言をしている。これに対し、ハンガリーのウルバーン・ウィクトル首相はいつか、自然災害とは考えられず、人為的なミスを疑うべきだと述べた。一方で、地元の環境保護団体によると、流出した。 化合物の石材は EU の基準では有毒廃棄物として指定されていなかったことも判明している。なお、同様の事例として2000年にルーマニアのバイアマーレで発生したシアン化合物流出事故がある。今回の事故を引き起こした石材はバイヤー法によって防気サイトをアルミナへと生成した際の廃棄物である。アルミニウムは防気サイトを粉状にし、 バイヤー法により水酸化ナトリウムを加えて溶かし、アルミン酸ナトリウム溶液とした後、水酸化アルミニウムを沈殿させて回収されるのであるが、その溶解残死が今回流出した汚泥である。石泥は防気サイト中の不純物の大部分を含んでおり、赤色は主成分である水和酸化鉄に由来する。石泥の主な成分を可表に示す。 このおでには先日の水酸化ナトリウムが混じっており、生成直後は強い塩基性を示す。排液貯留値にはこのおで約3000万トンが貯蔵されていたと考えられている。初期調査によれば EU の環境基準を超える汚染物質は検出されなかったものの、赤での PH は13であった。このおでが皮膚に触れると、その高い塩基性のために薬所を覆う。また、 グリーンピースによると採取された石霊には乾燥重量で 110ppm のヒ素、1.3ppm の水銀、660ppm のクロムが含まれていたという。ありがとうございます。